ラミちゃんはじめまして。そうね、5期生のみんなともね、早くお話ししてみたいね。楽しみだね。ラミちゃんがね、ママと呼ばれているみたいでね、うちがママと呼ばれるのがちょっと時代が終わったのかなと思って。うちはママじゃなくなるかもしれない。そしたらうちはどうなるんだろうね。どうしよう、グランマとかになっちゃったら、先輩おばあちゃんになっちゃう。おばあちゃんじゃないよ。ミオババアになってしまう。それは良くない。さすがにうちはね、一応アイドルなので。おばあちゃんまずい。あ、スバちゃん、ミオシャスバルのままになる。いやね、スバちゃんはね、いつもね、ほんとね、毎日のようにね、連絡してきてくれたりとか、通話してくれたりとかね、してね、元気もらってまして、ほんとに、スバちゃんはね。ありがとね。ほんとね、あったかいよ。嬉しいな。おばあちゃんはダメでしょ。アイドルとしておばあちゃんって呼ばれるのはどうかと思うよ。おばあちゃんキャラならまだしもね、おばあちゃんキャラってなんだよ。縁側でお茶飲んでるみたいな雰囲気。まあ、猫飼ってるからさ、膝に猫抱いて縁側でお茶飲んでてもいいけどさ、タイガは膝に黙って乗るような猫じゃないぞ。